横線、元の症状。それより上、症状の悪化。下、症状の軽減。薬の使用後に症状が減少したが、薬を中止すると、元の症状より増悪してから、次第に元の水準に戻る。その際、症状の種類は変わらないのが、半長減少。症状数が増加していれば、離脱症状と呼び、薬剤特有の症状があったり元にはない症状も、含まれる。 反調作用とは、同じ薬の副薬を中止するか、副容量が低下した時に、一過的に出現する症状の発症や再発である。再発の場合、その重症度はしばしば治療前より悪化している。また、反調現象やリバウンド現象とも言う。睡眠薬や、抗不安薬を中止したことによる不安や、不眠の更新、天秤薬をやめたことによる鼻詰まりなど。 元の症状が根治されておらず薬をやめた場合、単に再発したのであれば、この図のように元の水準に戻るだけである。反調症状では、そうではなく、別図のように元の症状よりも増悪する。反調現象は、同じ症状が薬を使う以前より強く現れ、収束していく。離脱症状は、薬の使用前にはなかった症状も含めて、強く現れ、収束していく。 しかし、千円性離脱症候群のように長期にわたる場合もある。そして、症状の再燃とは、これら反調現象や離脱症状が去った後に、元と同じような症状が出現することである。反調性、不安いくつかの高不安薬と睡眠薬は、反調作用を持つ。例えば、ベンゾジアゼピン離脱症候群は重篤な不安と、不眠症の原因となり、 元の不眠症や不安障害よりも悪化している。ベンゾジアセピンを中止した患者の約70%に反腸作用が起きる。反腸症状は医薬品の慢性的な使用や長期的な薬物依存症の原因となり、一部の患者は不快で時に深刻な症状を避けるために特定の医薬品だけの服薬を継続している。 その症状は二つのはっきり異なる現象である身体依存と反調作用。反調性不眠反調性不眠は原発性不眠症を緩和する睡眠薬の中止に続いて生じる不眠症である。入眠するためのこれらの薬物の日常的な使用はその作用への身体依存を形成する原因となる。そして服薬をやめた際にその作用が反調することで 離脱症状としての不眠症が起こりうる。時に、この不眠症は治療当初の不眠症よりも悪化していることがあり得る。この問題を引き起こす一般的な薬は、ゾルピデムやエスゾピクロン、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬や、入眠や睡眠持続に問題があった人に処方される薬である。半調性鬱抑鬱症状は、これまでそのような病気がなかった人にも、 新たに現れると思われる。日中の半調半調現象は、規定通りの服用における中止において生じるだけでは、ない。例えば、不安、金属の味、視覚障害といった日中の半調作用は、典型的なベンゾジアゼピン離脱症候群であり、短時間作用型のベンゾジアゼピン睡眠薬が切れた後に翌日に生じる。他の例では、早朝の半調不眠症が生じることがあり、 急速に半減される睡眠薬が切れると反調して強制的な。この問題によく関連していると思われる薬はトリアゾラムであり、その高い力値と長短時間の半減期が原因である。他の短時間作用型の睡眠薬でも発生する可能性がある。クアゼパムでは1型ベンゾジアゼピン受容体への選択性と長い半減期のために投薬中は 日中の不安の反調作用の原因にはならない。睡眠薬が翌日の反調性離脱作用の原因になるかならないかの決定のために半減期は非常に重要である。日中の反調作用は軽度であるとは限らず、時に著しい精神的、心理的な障害を生じさせる。デキストロアンフェタミニやメチルフェニデートのような精神刺激薬の反調作用には一時的に 増大した形の精神病や、うつ病や ADHD 症状の再来が含まれる。エチルフェニデートを弾薬した ADHD の子供の3分の1に、反調作用が起きる。スリーを含む多くの抗うつ薬を中止した際に、反調性のうつ、パニック発作、不安、不眠症が起きることがある。抗精神病薬があまりにも急速に中止された際に、精神病の 突然かつ重度の発症、あるいは再発が起きる、可能性がある。クロニジン及びグアンファシンの中止後に、治療前を超える、半調性高血圧が観察された。継続的な局所充血除去薬の使用は、薬物性鼻炎として知られる持続的な鼻詰まりにつながる。日本の、ビアレルギー診療ガイドライン2013年版においても、長期間の使用により、 微粘膜の反調現象を起こすた例として感染への効率化のコルチコステロイドの使用がある。急な離脱では、はるかに重篤な感染が起きる場合がある。そのため離脱は、非常に少ない量になるまで、化粧水で薬を希釈し徐々に行うこと。2015年に、全米皮膚炎学会は、ステロイド外用薬離脱についてのシステマティックレビューを行い、 ステロイド外用薬を長期間使用して酒作用、皮膚炎を提した場合、感知のために中止すると、ほぼ例外なく、反調して後半が増悪し、強い場合もあるため、そのような現象が避けられないことを、医師は説明する必要がある。ステロイド依存では、ニキビ、酒さ、口周囲皮膚炎、毛細血管拡張の症状があるが、ステロイドをやめると、炎症、発火、 弓が反調するため、使用を中止できない。他の例としては、鎮痛薬による反調性頭痛は、容量が減るか薬が切れると生じる。ありがとうございます。